もしやってたらどんな感じになるのかなって気になったので、うん、ゲルン TV なりにやってみたいと思います。イエーイ、こんな感じかな、うん、わー楽しみー。あ、これ特番やってる。わー面白い。わー、僕はだってあれ見たいんだもん。今これ見てるよ僕。じゃあ笑ってはいけない王さん見るんだよ僕。でもこっちの音楽番組のが見たい。リモコン。いやー、あ、うん、そうだ、やっぱり年の終わりと言ったらお蕎麦だよね。お蕎麦食べたいな。あ、でもお蕎麦の前におせちも食べたい。あ、おせちのが後か。そうだ、あ、年賀状だ、年賀状。年賀状ないかな、年賀状。うん、年賀状ないかな。ないな、年賀状。あ、ちょっと、ね、番組が変わってるよ、いつの間にか。貸してんのか。あ、そろそろ年賀状届いたかな。年賀状、年賀状。うん、ないな。いや、じゃあ、お蕎麦食べよう。お蕎麦ないかな。お蕎麦。疲れた。ようやく全部の年賀状届けてきたよ。わー、お疲れ。僕疲れだから眠るね。うん、年賀状ちょうだい。年賀状持ってないよ。なんで。はー、あー、ちょうだい年賀状。ダメだよこれ、まだ届けないやつなんだから。今から届けに行かなきゃ。そうなんだ、いいな、楽しそう。僕も年賀状が欲しいな。僕もテレビ番組見たいよ。あ、そうだそうだ、テレビ番組だよ。音楽番組を目指した僕は音楽番組。さあ、二人とも座ってくれ。はーい。うん、どうぞどうぞどうぞ、うん、座ってくれ座ってくれ。お邪魔します。お邪魔します。いや、年越しということで僕のこの4本の腕でしっかりと作って手打ちそばがあるから持ってきてくるよ。やったー、うん、楽しみー、うん、初めてだなー、うん、年越しのおそば。ほんといっぱい食べたいなー。よいしょー、ライリキーお手製の手打ちそばだよ。やったー、よし、早速食べちゃった。すごーい。いただきます。すごい、うん、これはカイリキーがちゃんと手打ちで作ったおそばなんだね。そうだよ、ヘビーボンバー手打ちだから。ヘビーボンバー手打ち、なくなっちゃった。すごーい、うん、僕はいつか手打ちそばやってみたいな。あいつ食べないならもらっちゃうね。やってやって、うん、トントンってやって、うん、綺麗なお蕎麦作るんだ、このお蕎麦みたいに、うん、もっと、うん、あれ、お蕎麦がなくなってるんだ。あれ、メソン食べれてなかったからもらっちゃった。あ、そんな、後で食べるつもりだったのに。食べちゃった。食べたかった。ちょっとちょっと待っててくれ。食べちゃった。ごめんごめん。大丈夫だよ。メッソン、ゴクリン、よいしょ。ちゃんとみんなの分あるからね。わあ、ありがとう。ありがとう。じゃあみんなで仲良くお蕎麦を食べよう。いただきます。いただきます。おいしそう。おいしいよ。いっぱい食べたのにまだ食べられる。あったまる、うん、ちなみにあと天ぷらもあるからね。あ、うん、あ、もうすぐ次の年が来るんだ、楽しみだな。で、ヤロン、楽しみだって言ってくれてるのかな。ああ、もうすぐでー。あー、もう少しだね、楽しみだな。でもカウントダウンしていい？まだ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 、だってあとまだ5分ぐらいあるから。長いよ、早くハッピーニューイヤーって言いたいよ。楽しいな、気持ちはわかるけど。いや、5分じゃない、もうあと1分ぐらいかも。え、ほんと？もう早くじゃ、やろやろやろ。もうあと1分だよ。あと1分だって。じゃあ60、59、57、58、59、60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 、
忙しい忙しい、やろうはもっと慌てて、やろうとそんなんじゃ間に合わないよ。まあ、早くハッピーニューイヤーでしようよ。あと30秒あと30秒あと30秒あと2秒なんだよな。落ち着いて、楽しみだ。30 29 28 27 18 19 おかしいおかしい、そんなことないから。やった
いやもう最後に遅いぞ。25秒ぐらいになってば。じゃあ20、あ、そんなこんなしてたらもうあと10秒だ。やばいやばい、どうしよう。正月だな。正月ね。やっぱ、お正月は、せーの、おせちえ？何つった？おせちでしょ。福袋。いやいや、運動でしょ。いや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 、おせちとかお雑煮とかいっぱい美味しいものあるんだよ。いやいや、お買い物に福袋、早く行こうよみんなで。いや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 、ないない、だって羽子板だってたこ揚げだっていっぱい運動するんだぞ、外で。いやいや、遊ぶ前に食べるダメでしょ。だって早く行かないと福袋も売り切れてなくなっちゃうよ。そんなお買い物だってご飯だって運動した後にすればいいじゃん。お買い物行った後にやればいいじゃない。でそしたらまずご飯食べようよ。どうしたらいいのよ。分かった。え、しばらく休みだし、1日ずつ違うことやればいいんじゃない、あー確かに。じゃあ今日はもうおせちがあるから今日はおせち食べよう、みんなで。確かに。じゃあ明日は、明日はそうだな、でもやっぱ売り切れたら大変だからお買い物が、でも運動、やっぱね、食べた次の日は運動するのもいいよね。すごい困ったな、もう2日も3日も全部お料理にしちゃおうかな。それはないよ絶対に。じゃあ2日がお買い物で3日が運動。わー、オッケー、やったー、みんなでやろう、楽しみ。あー、みんなお待たせお待たせ。む、年賀状いっぱい届いたよ。おお、年賀状楽しみだね。年賀状、年賀状なんか全然楽しみじゃないよ。届いてるといいね。見てこむ、あ、これ私宛てだ。おお、嬉しい。これはキーステルゴーくんだ。ほう、これはひばにーくんに、あ、もう一枚おっこにつけた、やったー。これはあ、キーリンリンくんだ。みんないっぱい書いてくれてるな、嬉しいな。バーから始まるものはないのか。あ、ちょっと見てみるね。あ、バーバンバ太郎、バンバ太郎ちゃん、あれ、これも違う、これも違う、これも、あれ、これも違う。あ、キーキモリくん、これキモリくんに来ました。へぇ、そうなんだ。すごい。まあもらってあげよう。ね、でもよかったね、キモリくんにも届いて。これ最後の一枚。いやだ、年賀状はないのか。なかった、届いてなかったな。あれ、なんてさ。そんな。バドレックスはちゃんと住所みんなに伝えた？住所みんなに伝えていないかもしれない。それだとちょっと届かないかもしれないな。そんな、あ、どうしよう、すごい落ち込んでるからさ、私たちで年賀状書いて、今私の、そうだな、今日も年賀状を楽しみにしていたのに。バドレックス、ほら年賀状届いてたよ。はい、あ、これはポックから、これはキモリから、ユリ年賀状くれるのか。もちろん。やったー、よかったよかった。うん、ここ何食べてるにゃ。みこ、おお、すごい食べるにゃ。おいおいおい、お前らお前ら、外で鬼ごっこしようぜ。いやー、もうここから動けないのにゃ。なあモルペコ、じゃあお前行こうぜ。ママ今いっぱい食べてるんだ。いっぱい食べてる、だって食べるなんか後でもいいだろ。ダメだよ、今お腹減ってたから食べてるんだよ。あ、そう、じゃあ俺一人で遊んでくるわ。鬼ごっこだよ、鬼ごっこ。知恵なは元気だにゃ。おいしいおいしい。いつまで食べてるにゃ。それも食べるのにゃ。でも見てたら美味しそうだからにゃ。いただきます。おい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 、なやっぱ一人じゃ鬼ごっこつまんなかったからさ、次軽動でやろうぜ。いやー、もうここから動かないのにゃ。美味しい美味しい。まあ行こうぜ、だってニャースなんか一番泥棒っぽいじゃん。なんてこと言うにゃ。おそば美味しい。お前もおそば美味しい。食べてて何も聞こえてないのにゃ。そんなことある。じゃあ見よう、俺一人で遊んでくるから。行ってくるにゃ。おそば食べ終わっちゃった。
もうダメだ、他には。みかんもない。みかんはダメだ、他の子にもあげるんや。もっと食べたい。もう、もっと食べたいよ。やだ、やっぱケイタロウ一人じゃつまんねえからさ。あれどうした、食べ終わっちゃってお腹が空いてて、腹ペコ模様になっちゃったね。やばいんじゃないのこれ。お腹空いたどうにかしてくれにゃ。じゃあ餅つき大会やってか、餅つき大会に行こうぜ。もう今すぐ食べたいって言ってるじゃん。今すぐ食べたい。なんかないの、なんかないのか。ちょっと待ってて。やだにゃ、そのみかんちょうだい。食べにゃ、これはあげれないのにゃ。食べたいって言ってるのにゃ。じゃあこの食べかけのみかんもちょうだいよ。にゃーのの、お腹すいた。これな、さっき外で遊んでたらな、いろんな人にな、もらったんだよ。これ見てみろ、大量のみかん。うわぁ、これなら、大丈夫だろ、モルペコ。うわぁ、いっぱいだ。よかったよ。冬休みももう終わりだ。うん、そうだね。みんなちゃんと宿題はやったか。余裕。宿題、宿題なんてあった？冬休みだからもちろんあるだろう。どうしよう、宿題やってない。間抜けだ、間抜け。仕方ない、私が教えてあげよう。本当にありがとう、教えて。モクロウのタイプは草と、何タイプだ？わかるかい？モクロウでしょ、草と。あ、じゃあエスパー。違う、騙されるんじゃないよ。エスパーじゃないの？モクロウは飛ぶのが得意なんだ。あ、じゃあ飛行だ。そうだ、飛行。メロンバーはそんな意地悪をしないの。俺何もしないよ。うわぁ、びっくりした。宿題やってるんだってわ、今。宿題やってないのが悪いんだろ。よし、できたー。よかった。なんだよ、これ。でも宿題終わったからよかった、ありがとう。俺明日から安心して学校に行けるな。うん、ありがとう。ちょっと返しな、俺がいたずら書きしてやるよ。何してんの、やめてけば。何、どうしたの。宿題の範囲ってこれか。私もこれをやったぞ。本当か。うん、嘘だ、それで騙そうとしてんだ。そんなことしないよ。どれどれ。だって宿題全部終わったって言ってたじゃん。終わったよ、だって終わっ。あ、ちょっと待って、これ今一生懸命やった宿題だよ。僕やってなかった、どうしよう。そうやって人のことからかってばっかりいるからだよ、黙りろ。やばい、教えてくれ、二人とも。ポケルン相性じゃんけん、私たちと勝負だ。ポケモンを選んでね。草は水に強くて、炎は草に強い、水は炎に強いよ。せーの、君に決めた。ヒバニーだったので、メッソンを選んだ君の勝ち。みんな勝てたかな。ポケルン TV のテーマソングウェルカムポケルンワールドが Apple Music や LINE Music などの音楽アプリサービスで聴けるようになったよ。 iTunes やレコチョクでもダウンロードできるよ。みんないっぱい聴いて歌って踊ってね。